大沼忠は、昭和時代の日本の国家主義者、テロリスト、業界公論者社長。別名は、高明。決命団メンバー。茨城県中郡、平磯町、磯崎出身。漁業、梅吉の三男として、明治以降の中堅階層を代表する家庭で生まれた。教育直後そのままの家庭で、少年時代を過ごして成長したが、実家の事業が失敗。 1926年に平井祖神城高等小学校を卒業して大工の徒弟となり、その後東京市内などにおいて店員となる。再起を決して上京したが、貧困から這い上がろうとしても、独占営業者の戦争や警察署の腐敗を身にしみ、そうした中で悪戦苦闘していた。さらに昭和教皇で最終的に家族離散となった。 病のため1929年6月頃に帰郷。重なる挫折を味わっていた1930年に、井上日章を知り、決命団に加わった。立正後国道に入り、日蓮信仰と国家革新の思想を学んだが、やがて、井上日章の拡張的カリスマの影響下に、ステイシ的革命運動に没入。絶望的な反抗心を育み、テロリズムに到達していった。 1932年2月9日に総選挙の応援演説のため、東京、本郷の駒本小学校を訪れた前、大倉大臣の井上淳之介が、校門に差し掛かった時に、尾沼は背後から銃弾3発を打ち込んだ。井上淳之介は、第1弾を、右胸部、第2弾を、左腰部、第3弾を積水に撃たれて絶命した。逮捕された尾沼は、 九章が突き京した時、百章の旧棒を見るに忍びず、これは全蔵章のやり方が悪かったから、殺意を生じた、日本国民党の寺田稲次郎の家に住んでいたと自供。寺田は、お沼の印象を、牛のような男と語っている。お沼は、井上淳之助襲撃の前日は、玉乃井で散在していた。ピストルは、伊藤基上将尉から盗んだものとされたが、 後に、井上日章より渡されたものとなっている。1934年11月22日に無期懲役となったが、1940年に御社で仮出所。戦後、公職追放となり、1949年、業界公論者社長を務める。1953年、右翼運動を再開。右翼反体制派テロの原型を作った人物として、 若手を中心とした、新右翼などに強い影響を与えた。右翼活動の一環として、一冊多少も表す。1978年1月17日、胃がんにより、東京都新宿区の病院にて死去。満66歳没。千葉新一は、映画、日本暗殺広くで、尾沼忠を演じたが、尾沼に会った時の様子を、撮影を見に来てくれたが、 物静かな方だった。撮影終了後に、千葉さん、よかったです。本当に、あの通りの気持ちでしたと声をかけてくださった。ああ、この芝居で間違ってなかったんだと、役者冥利に尽きる思いだったと語っている。同作品の DVD の特典映像では、千葉と談笑するお沼の姿が映っている。ありがとうございます。